今回はガンダム作品に登場する一風変わったデザインを持つモビルスーツやモビルアーマー、モビルワーカーを解説していくよ。どんな機体が出てくるか楽しみ。それでは早速いくよ。最初は、漫画機動戦士クロスボーンガンダムダストに登場するモビルスーツ、バロックについてだよ。これはいろいろとすごい機体だけど、この長いのは何かな？すごく長い剣だよね。ああ、さらに頭部も特徴的でしょ。首がない、ね。そうなんだよ。それでは機体解説をしていくけど、本機は、首切り王が木製から買い取った、ファントムのフレームをベースに設計されている。なるほど、ファントムを原型にしつつ、改造を加えた機体なのね。そして、最初から首がない独特の形状になっているんだよ。さらに、すごいのは、メインカメラやセンサーが一切組み込まれていないんだよ。え、センサーがないの？それじゃ視界が得られないわ。だが、パイロットの首切り王は超越的な感覚で外の世界を直接認識できる。だからこそ通常を超える感知能力と回避能力を発揮できるんだよ。すごいね。パイロットの特殊な力で視界を確保しているのね。不思議な機体だわ。そういうわけだ。バロックは一見センサーがないように見えるが、実はパイロットの力で代替されている代わり種なんだな。機体そのものはシンプルだけど、搭乗者の力が機体の能力を引き出す、なかなか珍しい構造ね。そしてバロックの最大の特徴は、右腕に搭載された全長40メートルにも達するガンダリウム合金製の大剣なんだ。40メートルの剣？それはもうモビルスーツ用の武器ってレベルじゃないわね。そうなんだよ。この剣は芯の部分にワイヤーを通してるだけで、あとはガンダリウム合金の一枚岩なんだとよ。すごい。超重量の質量兵器なので、防御も破壊も非常に難しそう。ああ、宇宙世紀0160年代のモビルスーツには到底かなわない威力なんだ。しかもその切っ先にはミノフスキードライブの推進機が組み込まれていて、剣の重量で機体が動きづらくならない。なるほど。推進機で剣の重さを打ち消して、スムーズに振り回せるのね。そういうことだ。むしろこの大剣こそがバロックの本体で、モビルスーツはその剣をコントロールするユニットに過ぎないんだぜ。剣が主体で機体が10ということね。まさに武器より武器らしい設計と言うべきかしら。ああそうとも。普通の概念を逸脱した破壊兵器そのものなんだよ、バロックの大剣は。40メートルの巨大剣、防ぎようもない強力な一振りだわ。ユニークな武装だけに、使う側の心構えが問われそうね。続いてはグルドリン。本機はアニメ機動戦士ガンダムエイジに登場するモビルスーツなんだ。とても不思議な形でガンダムに登場するモビルスーツっぽさが全くないよね。そうだね。このモビルスーツは壺状の胴体に円錐形の機種を持ち、後部全体が推進機になっている非常に変わったデザインをしているよ。どうしてこんな変わった形になったのかな？これは開発側が資源の枯渇や長期戦を考慮した結果なんだ。部品を単純化して組み立てや保守を効率化させている。その結果このようなデザインになった。なるほど。資源が少なくても作れて、組み立てやすさを追求した結果なんだね。そうだね。状況に応じて腕を変更できたり、胴体下部にはランディングギアも搭載している。そうなんだ。変わった形をしてるけど機能的で合理的な設計なのね。ちょっと見た目は気持ち悪いかもしれないが、状況に合わせて無駄がない実用的な設計なんだ。ふふ、気持ち悪いっていうか可愛らしい感じもするわよ。この見た目だから、そんなに強くなさそうに思えるけど、実は結構強くて、ドリル状のビームを発生させるビーム砲、ビームスクレーパーはかなり強力だし、これは、ビームサーベルのように全部に止めておき、突撃して攻撃することも可能なんだ。意外とやるんだね。しかも、本機は推力が高いから、相手に与える衝撃はかなりのものがある。実際、それの攻撃を活かして敵である連邦軍のモビルスーツを圧倒したんだよ。見た目からは、想像できないほど意外すぎるほど強いんだね。うん。ただ、それの繰り返しになるから、敵にすぐパターンを覚えられてしまい、完全に撃破されてしまったという悲しきモビルスーツだったんだよ。続いては、機動戦士クロスボーンガンダムゴーストに登場するモビルスーツ、エスピラルだよ。このモビルスーツは可変モビルスーツコルニグスの簡易型として開発された未認可機なんだ。そうなんだ。未認可機ってどういう意味なの？何か怪しい感じね。ちゃんと正規の開発ルートを経ていない、という意味だよ。本機は、ミノフスキークラフトを搭載して浮遊できるようになっている。
そして胴体側面のリング状のパーツには推進システムと高出力ビーム砲を持つアームが6機も装着されてるんだ。6機ものアームがあるの？すごいわね。そのアームを高速で動かすことで、複雑な軌道と全方向からの射撃を両立してるんだよ。2本はマニピュレータ付きの腕としても使える。ふーん、アームの動きで機動力と火力を高めているのね。変わった構造だけど合理的なんだわ。まさにそうだ。見た目は少しユニークだが、その奇抜さがエスピラルの高性能さにつながってるんだよ。だが、欠点もあってね、推進装置をアームすべてに内蔵した結果、推進剤の積載量が不足して稼働時間が短くなってしまう。しかもパイロットがフル活用すればするほど、さらに稼働時間が落ちてくるんだ。それは致命的な欠点じゃない。そうなんだよ。だからジェット推進に換装して解決を図ったんだが、結局それは大気がある地上でしか使えない。宇宙空間では運用不可能だったから正式採用は見送られちまった。なるほど。素晴らしい性能を持ちながら、致命的な欠陥があったから本格運用には至らなかったわけね。そうなんだ。高性能で変わった形のモビルスーツには、どこか欠点があるものなんだよ。でも画期的な機能を追求する過程で、いろんな試行錯誤があったんでしょう。それが新しい可能性につながるかもしれないわね。その通りだ。失敗に終わった試みでも、新しい発想や技術の芽は残されている。エスピラルの事例も同じように、次のステップへの参考になったんじゃないかな。そうね。奇抜でユニークな設計のモビルスーツには、それなりの理由と歴史があるのね。続いては、機動戦士ビクトリーガンダムに登場するモビルワーカー、サンドージュ。サンドージュはデザインが雲みたいだよね。そうだね。このモビルワーカーはまるで雲のような姿をしていて、サンドージュ社というところが開発した作業用の機体なんだ。雲みたいな形は不気味だけど、作業用なのね。サンドージュはスペースコロニーの外壁作業のために作られたんだけど、長い手足は外壁を歩き回って作業するのに適している。なるほど。手足が長いから外壁の作業に便利なのね。うん。この機体には特徴的な仕組みがあって、メインのコックピットの他に、左右の肩部にサブコックピットがあるんだ。2つものコックピットがあるの？どうしてなの？作業するためには複雑な動きが必要だけど、制御コンピューターの性能が劣っていたから、それを補うために、それぞれの操縦手がサブコックピットに乗り込んで操作を分担する必要があったんだよ。なるほど。そうすれば複雑な操作もできるってわけだね。しかも実は、戦闘用モビルスーツに匹敵するパワーを発揮できるらしい。作業用なのに戦闘にも使えるの？しかも結構強かったんだよ。機動戦士ビクトリーガンダムの第23話においてビクトリーガンダムを追い詰めたんだ。作業用機なのにビクトリーガンダムに立ち向かえるの？ああ、機体の特性を生かしてトリッキーな動きで追い詰めた。ただし結局は全ての足を切断されて撃破されてしまったんだけどね。でも作業機がガンダムに匹敵する動きができるなんてすごいわね。そうなんだ。で、その後、ビクトリーガンダムをシャイターンに羽交い締めにさせた後で、ビームストリングスを使う戦法で、なんとビクトリーガンダムに勝利してしまったんだ。続いては、テレビアニメ機動戦士ガンダムダブルゼータに登場するモビルスーツ、カプールだ。この機体は、手が異常に長い上に、首がないよね。そうだね。そして、全体に丸っこい。いわゆる流線形なんだけど、それには理由がある。モビルスーツで流線形は珍しいよね。このデザインにした理由は、本機が水陸両用型モビルスーツで、水中に入ることも考慮した結果なんだ。水流抵抗が小さく、耐圧性にも優れているから。なるほど。球形だから水中を動きやすいんですね。ああ、非常に高い水中運動能力を発揮できるんだ。さらに水中移動時には巡航形態に変形できるんだよ。巡航形態？そうそう。腕部を機体内に収納し、脚部を折りたたんで全体をよりスリムな形状にするんだ。とにかくカプールはその変わった球体フォルムが水中専用に最適化されている機体なんだよ。必要な機能に特化した結果、こんなユニークなデザインになったのね。カプールはゴッグの後継機で、当時の水陸両用機としては最新鋭の機体だったんだ。そうなんだ。水陸両用で高性能なの？そうなんだけどね、アステロイドベルトで開発されたこともあってジオン残党軍から海を知らない人間が作った機体と不信感を持たれちまった。海を知らないって何？つまりカプールは宇宙環境下での開発機だったから、実際の海での運用を考慮してなかったってことなんだよ。
なるほど、開発環境が機体の性能に影響したわけね。そうなんだ。だから現場ではカプールよりも連邦製のザクマリナーの方が好まれてしまった。カプールは不幸な機体だったんだ。そうなんだね。最新鋭の機体なのに実戦では信頼を得られなかったなんてかわいそう。でも実際のところカプールの攻撃力はかなり高いんだ。そうなの？見た目とは裏腹に火力は侮れないのね。そうなんだ。原型機のゴッグもメガ粒子砲を装備してたが、カプールの腹部にも同様の威力を持つ武装ソニックブラストがあるんだとよ。腹部にメガ粒子砲があるの？それにさらに胸部装甲が開いて8機ものミサイルランチャーが現れるんだ。また水陸両用モビルスーツの伝統でもあるアイアンネイルなんかもガンダリウム合金すら貫通できる威力がある。なるほど、球体の外見とはかけ離れた強力な火力を隠し持っていたのね。見かけによらずカプールは高い攻撃力の持ち主だったんだな。設計思想がユニークだっただけに使いこなせばかなり強力だったはずだよ。そうなんだね。運用面での信頼は得られなかったみたいだけど、性能自体は評価されるべきだったのかも。ああ、カプールは見た目が異質すぎてバカにされがちだったが、十分に戦力になり得た機体だったってことだな。続いては、アニメ機動新世紀ガンダム X に登場するモビルアーマー、ガディールだ。このモビルアーマーはまるでモビルスーツのヘッドを戦闘機に埋め込んだような外観をしている。戦闘機とモビルスーツの中間体ってところかしら。そういうことだね。でも戦闘機とは違って収納式のアームとビームサーベルを装備していて、白兵戦も可能なんだとよ。そうなんだ。戦闘機っぽい形をしながら近接戦の機能も持つの？そうそう。ガディールはまさに次世代の飛行モビルスーツに通じる中間的な存在なんだ。なるほど、飛行形態を重視しつつ、モビルスーツの格闘能力も保持した形なのね。そうなんだ、ガディールの見た目通り空戦に特化した性能を持っているんだ。そして、機動性や加速性はエアマスターのファイター形態すら上回るほどなんだ。え、エアマスターより運動性能が高いの？ああ、初戦でエアマスターを、本気2機で完全に翻弄し、撃墜寸前まで追い込んだというからな。それってすごいよね。しかしな、カスタマイズ改装されたエアマスターバーストには3機がかりでも全く歯が立たず、一瞬で撃墜されてしまったんだ。あれほど運動性に優れていたガディールが、簡単に。そうなんだ。基本性能は高かったが、カスタマイズ機相手には通用しなかったってわけさ。なるほど。量産機の先駆けではあったけれど、カスタマイズ次第で性能差が生まれてしまうのね。その通りだ。ガディールはある意味、量産機の頂点と限界を同時に体現していた機体だったんじゃないかな。続いては、ゲーム SD ガンダム G ジェネレーションギャザービートに登場するモビルスーツ、ドムバイン2室だ。バイン2室というのはドイツ語で足がない、という意味なんだ。そうなんだね。足がないモビルスーツなのね。そうなんだよ。ドムヒュンフをベースにして宇宙用に特化した機体で、脚部が大水力のスラスターに換装されてる。だから、機動力は高いわけね。ああ、モビルアーマー並みの高い機動性を持ってるんだ。シルエットはジオングを彷彿とさせるデザインでしょ。確かにジオングに似ているね。宇宙専用に特化して脚部が不要になった結果、このような独特な形になったのかしら。そうなんだ。また、機体構造なんだけど、スラスターが、強大なトルクを受け止められるようツインスパー型のフレームで本体にマウントされてる。そうなのね、丈夫な構造なのか。さらに推進軸の関係で進行方向が頭上の斜め上方向けになるから、物合いの視野を広げたり、コックピット位置が変更されているんだ。なるほど、推進方向が独特だからそれに合わせて設計を変えたのね。そして機能性を追求した結果、このようなかなり変わった形になったわけなんだね。そういうことだね。脚部を省き、あえて宇宙特化の機体にすることで、ジオングのようなユニークな形状になったんだよ。続いては、ザメルだけど、この機体は一人語りスタイルで行くことにするよ。ジオを彷彿させるボディ、モビルアーマーのような巨大なサイズを持つが、ホバー移動により、ドムとローペンと同レベルの高速移動能力を持ち、さらに、中長距離にて圧倒的制圧力を持つ。巨大カノン砲を持つザメルは、これまでのモビルスーツの常識を覆す規格外の機体であることから、地球連邦軍を恐怖に陥れたのである。今回はそんなザメルの機体解説を行っていく。
本機は機動戦士ガンダム0083に登場するジオン公国が開発した機体で、開発はキャリフォルニアベースで行われた。本機はドムに採用された熱核ジェットエンジンを使用し、背中の大型熱核ホバーユニットは地面まで届くほどの大きさを持ち、熱核ホバーユニットを搭載する2本の脚部と合わせると極太の三脚に近いのであるが、鈍重装に見えるシルエットに似合わぬ高い機動性を誇り、陸上での最高速度は 220km 速を誇る。ザメルは1年戦争末期にジオン公国軍がキャリフォルニアベースにて3機を製造したのだが、その中の1機がジオン残党軍に渡り、0083年に起きたデラーズ紛争にて使用されたのである。本機はヒルドルブの系譜とされ重砲射撃に重点を置いた運用コンセプトや物合い周りの設計が共通している。ザメルのメイン武器は 680mm カノン砲だが、当時の一般的なモビルスーツとは桁違いの破壊力を誇り、それは作中においてもしっかりと描写され、トリントン基地司令部を一撃で壊滅させたほどの威力を持っている。これは核融合炉を搭載した超ド級戦車として知られるヒルドルブの方、宇宙戦艦用のものを転用したもので、ザク通6機と61式戦車2両と互角を繰り広げたほどの強さを誇るが、それ以上の射程距離と火力を持っている。この圧倒的火力を誇る巨大カノン砲は通常時は折りたたまれており、巨大な後部スカートに固定されているが、使用時にバレルを展開し砲撃体勢を取る。また脚部も大型化かつ複雑な構造をしているのであるが、その理由は巨大なカノン砲射撃時に生じてしまう強烈な衝撃を緩和する目的である。また設置面積も巨大化しているのだが、その理由は巨大な本機を高機動にするために大容量の熱核ジェットホバーをそこに内蔵させていること。また前述したように強烈な射撃の反動に耐えるためであることであり、さらに脚部が破損してしまった場合、砲撃に対して致命的な障害を受けるためフロントスカートが大型化されている。また後部のスカートも大型化されているが、こちらに関しても巨大カノンの方の影響で、その大きさはなんとザメル本体と同等のサイズであり、それらは上下に分かれており、上部にはミサイルランチャー用の弾倉とカノン砲用の弾倉が格納されている。また後部スカートの下部はドムとローペンと同程度の高機動を維持するための熱核ジェットホバーとなっている。本機が持つような巨大なカノンを装備し、機動力を高めるためにはこのような巨大な脚部や後部スカートが必要となるのである。通常ではありえない巨大サイズのカノン砲を持つザメルは、それを運用するために前方が操縦席、後部が砲撃席の複座式となっており、基本的には2名体制での運用を前提としているのだが、それらを一人でこなせる高度なスキルを持つパイロットであれば、一応一人で運用することも可能ではある。しかし本機のような巨大かつ高機動、さらに遠くの敵に狙いを定める中長距離を主体とした機体を扱うには相当な技術が必要であり、多くの場合このようなパイロットは存在しないことから、基本的には二人での運用としているのである。本機は長距離射撃とホバーでの高速移動に長けた機体だが、それらを活かすために頭部には通常のモビルスーツが持つ物合い以外に、モニターカメラやメインセンサー、アンテナレーザーカメラなどを備えているため、遥か離れた拠点などのにも精密射撃が可能なのである。緩和9台デラーズフリート中尉ボブはザメルに乗り、トリントン基地に大ダメージを与えた名パイロットであるが、そんな彼が0083作中において本気を指して、どうせこのデカ物は回収艇には乗りませんよと言っている場面があるのだが、デカ物と描写されるザメルがなんとも滑稽と感じたものであった。以上、緩和9台である。それでは解説を続けていこう。巨大すぎるカノン砲を搭載することで遠距離での攻防に関しては圧倒的な強さを誇る本機であるのだが、近距離での戦闘は非常に苦手であり、
東部バルカン砲とミサイルランチャーくらいの装備しかなく、また、ドム系モビルスーツと同様のホバー移動のため、直線的な動き以外は非常に不得意であり、敵に近づかれてしまうとなすすべがなくなることが多く、最後の手段は、その巨体を生かした体当たりのみという非常に原始的なものである。その他の装備としてはオプションでビームサーベルがあるのだが、詳しいことはわかっていない。本機のメイン武装である巨大カノン砲は折りたたみ式なのだが、それが故に砲撃時にしっかりと固定されておらず、精度が低くかつ、ミノフスキー粒子散布下での射撃には敵を観測するためのチームが必要とされ、本機運用の足かせとなっている。デラーズフリートは1年戦争終了から3年後、トリントン基地攻撃参加し、司令部を一撃で破壊と凄まじい結果を残したのであるが、その後追撃されていた時に重要機体とされていた、強奪したガンダム試作2号機を逃がすための盾となり、最終的には撃破されるという悲しき最後であった。ここからはザメルに関連のある機体をいくつか解説していく。メルザ・ウンカノーネ。メルザ・ウンカノーネは本編に先駆けてカトキはじめ氏によりイラスト公開された、ザメルの準備工バージョンを指す。このデザインからアニメーション用に線を減らして、よりクリーンアップされて完成したのがザメルの決定校である。決定校との際は、胸部中央部が上下に割れた砲弾状の首になっているもの合は、割れ目の隙間に沿って、装甲の内側を動く。その後方、いわゆる頭部のあるべき部分に剥き出しのセンサーユニットが、複数林立している。肩アーマー一面にスパイクアーマーが施されているスパイク1個の大きさは、ザク2のものと同じ。下腕部、および足首のデザインはドムトローペンと同一。鉄パイプを束ねたような、左肩の多弾層ミサイルランチャーのデザイン。これが決定校との際である。もともとザメルは、カトキ氏が先にデザインしたゼクツバイをルーツとした巨大 MS であり、歩行不可能な多重分割された脚部、推進補助用の巨大スカートなど、巨体ゆえに人型を外れたフォルムというコンセプトはゼクツバイのものであった。随所に既存 MS のパーツを有用したのも、一目で巨大物とわかるようにするためという、デザイン上の意図があった。なお、陸上用巨大 MS であるザメルには、腰部正面が折りたたみはしごと、バケットのようになって、乗員を胴体から地上まで移送する、昇降装置が装備されている。ギミックそのものは準備校の段階で考案されていたが本編には登場しなかった。ここからはライノサラスの機体解説を行う。機動戦士ガンダムガイデンコロニーの落ち立ち出に登場する試作大型機動兵器。拠点防衛用に開発されていた機体ではあるが、開発系譜や性能について謎が多いものの、ホバー移動を行う長距離砲撃用の機動兵器というコンセプトが、ザメルと似通っており、戦術の通りザメルと同様のヒルドルブとの関連性も想像される。以上がザメルと関連のある機体である。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。は、あーい。視聴者の皆様、最後までご視聴いただきありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。この動画を気に入っていただけた方は、もう一本、このチャンネルの動画をご視聴いただけましたら幸いです。